YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ、発声です。ってことでね、12月20日でございます。じゃんでございますよ、じゃん。はい、じゃんでございます。なんか届きました。はい、なんでしょうか。ってことでね、もうね、 Twitter の方ではね、知ってる方知ってると思いますけどもですね、実はですね、先週、iPhone がね、壊れました。今までね、iPhone6S Plus を使ってたんですけれども、それがですね、あれいつだったかな、つくばみらいで壊れて、で、急遽でもうね、その電話1個しかないんでね、で、困るんで、保証が残ってたんだけど、申し訳ないんだけど、もったいないんだけど、まあね、次の日になっちゃうと嫌だったんで、もうその日に交換ってことで、もう電池もダメだったんで、もう7買っちゃえってことでね、iPhone7 Plus、買っちゃいました。はい。iPhone7 Plus か。うん、そうそう、買っちゃいました、今ね。まあ、ちょっとね、出遅れましたけど、まあ、買う予定じゃなかったんですけど、迷ってたんですけどね。まあ、これ買うんだったらね、パソコン買えるんで、非常に迷ってたんですけど、まあ、まあいいや、分割で買っちゃえってことでね、はい、買っちゃいました。ね、非常にね、画面が綺麗で、もうカメラもすごいね、いいんすよ。うん。カメラ2個ついたんですね、デュアルでね。すごい綺麗になりました。で、最近のね、ライブストリーミングね、ご視聴の方はね、分かったと思いますけど、画質が綺麗になりすぎて、放送がね、遅延するんですよね。ちょっと遅れたりするんですよね。うん、なんで、やっぱりね、今までの、今その撮影で使ってるね、6S プラスの方で撮影の方をやっていこうかなと。で、これね、256GB なんで、結構ね、容量が今まで 126GB までしかなかったんだけども、これがね、256GB が出たんで、まあもちろんそれを買いまして、で、まあちょいちょいね、動画撮るのはこっちでやって、まあライブとかはね、そっちの方でね、やっていこうかなと思います。まあこっちね、一応防水みたいな感じなんで、多少の水は OK みたいなんで、まあそういうシーンにも役立つかなと思ってね、もう思い切って買うことにしました。で、何が問題ってね、保護ガラスは貼ったんだけど、なんていうんですかね、見た目一緒じゃないですか。見た目一緒なんですけど、今までの 6S プラスと一緒だと思うんですよね。うん、でもね、ほら、ここカメラのところはさ、隠れるんですよ。最近の僕のツイッターの写真さ、なんかこの写真にしたいしてた、ここのところちょっと指の影みたいな、こう黒く斜めにシュッて線入ってんのね、何枚か見た方あります？ガチの時はもうカバー外してやってるんですけど、まあいいやと思ってね、なんかこう指の影みたいに入ってね、撮影してるやつが結構あったと思うんですけど、これがね、どうしてもね、で、この、なんていうかな、フラッシュライトも隠れちゃうんで、ちょっと暗い時にこう懐中電灯にも使えないんで、最初ね、もうこのケースでもいいやん、使えるじゃんと思ったんだけど、まあさすがにね、これはちょっといただけないなってことで、で、そっちの方もね、今後またメインでね、サブでね、使っていこうかなって、まあカメラとしてね、どんどん使っていこうかなってことなんで、まあこれをね、カバーを前の方に戻したいなっていうのもあるんで、こっち用にね、ケースを買いました。で、まだね、これね、ケースほとんど出てないんですよ。てか、出てるんだろうけども、あんまり扱ってるところがほぼなくて、選ぶ余地がなかったんで、ね、またね、いつもお世話になっております、アマゾンさんの方でですね、買いました。悩んだんだけども、いろいろあるんですよね。結局、背面が見えるやつで、このバンパーだけのやつが良かったんだけど、でもそれだとなんかね、この、角がさ、このガチの、この保護がついてるやつがあんまりなくて、うん、で、透明なやつでも、なんか普通に、なんていうのかな、つるっとした透明なやつもあるんだけど、それだと、なんかその、ほんとね、角がもうなんか角も同じ材質みたいな。で、やっぱこれがすごいタフなんですよ。これ僕ずっと使ってたんですけど、画面割ったこともなければ、今ね、ちょっとお見せできないのが残念なんですけど、今使ってるやつも、どっか鏡ないかな、映らんかな。うん、ないな。それもね、めっちゃ綺麗なんですよ。なんで、まあね、ずっと綺麗に使いたいなってことで、で、それもね、電池今ね、もう、終わってるんですけど、結構ね、残り 7% ぐらいだったらポチッと切れちゃって、復活できないことがね、結構ね、ライブストリーミングやってたらね、最近あったかなと思うんですけど、まあそれもね、電池まだ保証、1年経ってないんで、保証でね、電池治るみたいなんで、今週末行けたらね、Apple Store で電池交換してもらおうかなって感じです。まあ、それでね、ついでにね、自分へのクリスマスプレゼントもね、ちょっとね、見てこようかなって感じです。アップルウォッチは買いませんよ。アップルウォッチは買いませんけど、ちょっとね、見てこようかなって感じです。はい。まあ、何買うか、まあ、ツイッター見てる方は、はい、もう知ってると思いますけどね。はい、わかりませんよ。まだわかりませんけどね。はい。で、まあ、カバーを変えていきましょう。はい。前置きが長くなりましたけど、久しぶりの動画なんでね、ご勘弁ください。はい。もうちょっとあれか。ちょっとなんか、汚れが中に入ってるのが、あ、こっちのケースも古いやつつけたから、こっちのケースの汚れが映ったのかな？はい。
まあ見た目こんな感じですね。まあもうみんな知ってるか、あえてこれは見せなくても知ってるか。はい、まあ物はこんな感じです。やっぱカメラが2個になっちゃったんで、どうしても前のやつの方がデザインがいいっすよね。うん、でもこのなんていうの、アンテナのプラスチックのやつがここにシュッてこう2本入るのがなくなって、こう縁だけになりました。はい、でこのケースつけててもいいんだけど、最悪カメラそっちで使って Wi-Fi で飛ばせばいいからいいんだけど、なんでこれを変えたくなったかっていうと、電話するときにこのカバーつけてると向こうの声が聞こえるんだけども、こっちの声が入んないらしい、どうもこのカバーに干渉して。うん、で、まあ、このカバーじゃいただけないなってことで、まあ、これはね本来そっちに戻してこっち用のカバーを買うしかないなってことで、まあ、それもね一つね、あえてまあカバーを買う、ケースを買う理由になりました。はい、これ変えてよかった、ほんとめっちゃ画面綺麗で、デュアルスピーカーだからこっちにもスピーカーがついてるし、こっちにもスピーカーついてる、ステレオで聞こえるからめちゃいいよ。うん、まあ、一つ問題としては、まあ、そのカメラのシャッター音を塞ぎたい時とかにこうやって押さえてパシッて今まで撮ってたのがこっちも塞がなきゃいけなくなるからこのね指がどうだって干渉するのがどうだっていう意見も結構あったけど、僕はねあんまりそういうことはしないので、ね、音のしないカメラ、うん、アプリで使うか、もしくはね、なんていうかな、動画が多いんでね、別にシャッターも気にならないしって感じですね。はい、まあ、そんぐらいで完璧です。ほんとね最高ですね。変えてよかったです。見た目がほぼ一緒だから、やっぱ変えるのためだったんですけどね。やっぱ皆さんね、来年がね、アップルね、10周年でね、 iPhone がいいのがガラッと変わったのが出るっていう噂なんでね、まあそれをね、皆さん楽しみにして買い控えっていうのが多いと思うんですけど、いやほんとねいいっすよ。うん、で何よりね、やっぱ水に濡れてもいいっていうのがやっぱ一番助かるかなってとこですね。余計なね、ビビって使わなくていいんで。はい、箱こんな感じですね。これの箱と全然違います。これ店舗でねディスプレイしたやつ買ったんで、普通に吊るす透明のやつに入ってたんですけど、これなんかこれダンボールチックのやつですね。ちょっと違うな、全然同じやつを買ったつもりなんだけど、パッケージが違いますね。あれかな、お店に置くやつとこういう通販のやつは違うのかな。開け夢の本だんバリッティッと、うまいことわかんない。あ、こういうことか、差し込みになってるのね。はい、じゃーんですよはい、なんか全然チャッチーね、あの箱が。このね、箱買った時は結構なんかね、こうタフなね、なんかこうなんかヒマラヤ山脈みたいな、こうね岩山とか書いてあるような感じだったんですけどね。今回はなんかこういうなんか、でも一応なんか印刷してある感じですけどね。まあこれはこういう感じでいいんかな、これはこれでおしゃれな感じで演出してんのかな。はい、でも電気屋さんでね、これパックこうやってディスプレイするような感じではないですね。通販専用なのかな。はい、でも物全く一緒ですね。ちょっと新仕様になってるのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっとなんかデザインが若干違うかな。とりあえず開けてみましょう。ちょっとね、以前よりも角張ったデザインになりましたかね。ちょっとね、四角い感じになってるかなっていう印象が受けますね。で、もちろんやっぱこのカメラとかでかくなりましたし、そうだね、多少変わってるって感じしますね。あとやっぱこうやって眺めてみたら、やっぱりね、これもね、使ってる間にね、こう劣化してくすんでるんだなっていうのは、やっぱね、傷入ってるんだなっていうのはやっぱ分かりますね。これ新品なんですごい綺麗ですね。なるほどね。やっぱこのカメラのところが大きく切り欠かれたのがね、ちょっとね、今回残念かなっていうのがあるんですけど、やっぱね、こうカメラ2個になってさらに、ね、バックライトがその横についたんで、これはまあ仕方ないところではありますけどね。はい、でサイドのボタンはまあ今まで通りで、今回ですね、これが多分もう配信になるんですよ。これが 6S プラスも、共用でいけるデザインになっているらしくて、これに今使っているその 6S プラスを挿すこともできるらしいんですよ。なんでこれ、ね、今回ね、このイヤホンジャックがなくなったんですよ、防水になることによって。で、今回ね、このイヤホンジャック、本当ここはね、この丸穴なくていいはずなんですけど、その共用にしたことによって、以前のね、その 6S プラスでも使えるようにしたことによって、ここにイヤホンジャックの、ね、穴をね、開ける必要があったっていうのはなんかね、聞いてますね。ちょっと残念かなって感じですけども、まあ、いざとなったらね、これをそっちにも、まあ、使い回せる、これにね、またいいケースを見つけてもね、まあ、これもったいなくないぞっていうね、まあ、そうプラスに考えるしかないですね。で、差し込むのも簡単にもっと入りますね。
はい、こんな感じですね。バッチリですね。うん、あ、なんか収まってみたらなんかすごいいい感じですね。なんかめちゃめちゃカメラのあんなでかいからなんかブサイクだろうと思ったけど、結構なんかしっかりバッチリ入っていい感じですね。意外と思ってたほどダサくない。でなんかすごい透明感がすごい、やっぱもうこれ結構白くなってきてたもん。いや全然いいっすね。はい、本当はね、こうなんかつるんとしたこうなんかこうタフ感を出してるような演出のなんていうかな、あのケースよりもどっちかっていうと、ね、なんかこうスマートなね、ほんとつるんとしたデザインで、こうむしろもうね、角のバンパーだけでもここら辺はもうなんか透明化もしくはね、なんていうの、もうくり抜かれてるような感じがいいかなって思ってたんですけど、まあでもね、背面もしっかり保護してくれるってことなんで、まあ悩んで悩み抜いた結果、また同じのを買っちゃいました。はい、これがね、1年守ってくれたんでね、まあ1年経ってないか。はい、まあでも今まで無事ね、昔の iPhone はね、結構画面割ったり、傷入ったり、もうボコボコだったんですけど、今回のやつはもうほんと新品同様で残ってるんで、このケースすごいいいですね。はい。なんていうか、UAG っていうかな、なんていうケースかわかりませんけども、今回ね、iPhone7、ね、買われた方、これすごいおすすめですね。うん、まあ、手帳型のやつがね流行りですけど、あれだとちょっとカメラ使うときにね、ちょっと非常に苦労するので、まあクリエイター的にはこれがいいかなって感じですね。また動画の概要欄のところにね、あの URL、Amazon さんのやつね貼っときますんで、ちょっとアップしてすぐに貼るかどうか分かりませんけど、覚えてたらやりますんでね、また気になった方は、ね、そちらでご購入されてみてはいかがでしょうか。で、7持ってない方ね、iPhone6S プラスね、利用の方もですね、同じの使えますんで、あ、プラスですね、プラス、うん、7プラスなんでこれで、前使ってたやつも iPhone6S プラスです。でかい方ですね。でかい方じゃないと、256GB がないんでね。で、あと、一個変わったなって思ったら、ここね、今まで、穴開いてたんですよ。ここが穴開いてることによって、ここから、ちょっとね、水滴が、ちょっとね、ケース拭いた時に、ちょっと水が入ったりとか、ちょっと、ほこりが入っちゃって、中が、ね、ちょっと傷入るんじゃないかって心配になったってことがあったんですけど、今回ね、穴開いてるところは一切ないですね、もう。ぴったりくっついてるので、ずっとね、こう、中を、とりあえず、最初きれいにしとけば、まあ、そうそう汚れることはないのかなっていう、まあ、たまに外してきれいに拭いてあげたりとか、する必要はないのかなっていうね。まあ、横とかは結構隙間、ね、このボタンとことか開いてるんで入るとは思うんですけど、まあでも、お手入れはちょっとね、あの頻度減るかなって感じでね、すごく楽しみでございます。はい、そんな感じでね、今回はね、このケースを買っただけで、ちょっと長めの動画になってしまいましたけれども、ね、iPhone7、まあこれの動画もね、もう撮るまでもなかったんで、もう使ってるんでね、もう Twitter とかでも言っちゃってたんで、まあこれの動画やりませんけども、まあ特に変更点でないんですよ。まあこれになったことによって綺麗になったのと、デュアルスピーカーになったのと、あとはね、なんだっけ、防水になったのと、まあ水に水中では使えないですけど、まあ多少濡れても OK っていう規格がついたのと、あとはですね、僕はあんま電車乗らないんで使わないんですけど、Suica対応になったらしいですね。なんか電車乗られる方ね、今まで、Suica、別にね、こうなんか手帳型のやつに Suica 入れて、なんかこうやってたと思うんですけど、まあこれでもう、なんだっけ、ウォレットがついてるんで、これで車輪ってね、ね、ピッていけるらしいです。はい。なかなかね、電車乗らないんで、まあでも一回やってみたいかなっていうのは、はい、感じてるんで、また機会があったらね、使ってみたいかなと思います。はい。ケース最高。最高ですね。全然大丈夫そう。はい。結構こっちから行ってもね、あの画面には直接平らなところだとね、当たらないようにはなってるんで、結構安心かなと。まあ人間が踏むぐらいは大丈夫かなって。車は多分ダメですけどね。はい、って感じでございます。はい、じゃあまたね、来年もっていうかね、もうすでにですけど、これ使ってね、どんどん、綺麗な動画撮っていこうと思いますんでね。まあこれを買ったね、一つの決め手はデカキンさんがこれ使ってます。はい、ね、大手 YouTuber さんも愛用してますんでね、もうデカキンさんがこれ使ってるって聞いて、もう決め手になりました。はい、ってなわけでね、貧乏なんでね、分割で買っちゃいましたけど、まあ大事に使っていきたいかなと思います。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.